じゃあ誰ですか、市川さんって。市川さんはね、うん、俺子だ。え、俺子さんだよ。いや、それやばいですよ。言ってね、私も、あそこ市川のこのバカ野郎って書いてあるんだよ。ありますね。あ、これ入れますよ。怪しいもんじゃない。バカ野郎って書いてあったら、みんなが言うんだよ。なんて、あんたを殺しに来るかもしれない。これ脅しはな、うん、いいよったの。いいよって言ったんだ。いいよって言ったの。それだって、うん、もう80過ぎて余生がよ。な、ね、はい、余生だから、うん、余生の人間を殺して何になるのって。本当ですよね。な、だから殺したって殺せばいいじゃねえかって。私は構わないよったの、はい、ね、20歳ぐらいのね、若いこれからの人生がある人間を殺すんだったらね、親が怒りますけど、私は平気だよったの。何言ってんすか、おじいさんだってね、80万、なんでピン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 してるでしょ。ありがとう、ありがとう、ありがとうよ。笑っちゃな、笑っちゃっちゃいけないで、あんたも聞いてなって言ってんだから、あの、それ言っちゃっちゃダメだな。あの、ありがとうね、嬉しい、嬉しいよ。そんなこと言ってくれる人いないよ。いや、だって俺、あなただけだよ。当たり前だよ。すごいよ。そのために今日、これは大したもんだ。うん、ありがとうございます。ありがとうね。いや、おじいさんは生きてるんだから。あ、そりゃそうだ。そりゃそうだ。はい、命あるからいい。俺しっかりね、見守るよ。命を粗末するもんじゃない。そうだよ。そうだ。粗末なんかね、すんなよ。いいこと言う。そりゃそうだよ。俺はもう本当のことだ。俺はね、あんたにやって生きてほしいと思ってんだよ。そう、ありがとうね。勝手にしてないで言うなよ、そんなこと。本当にお手伝いしてもらって、うん、すいません、あの、その前かで、あの、うん、話はそういうことなんだけど、なるほどね、ところね、うん、だから倉庫を調べたら、うん、そのうちはあの出してもらいたい、これは役所の証拠物件なんだよ、うん、な、うん、裁判するんだって証拠がなきゃしょうがないじゃん、まあね、その証拠を裁判する前に出してくださいって言ったら、うん、その証拠がねえんだよ、うん、じゃあ話にならねえじゃん、本当だよ、なあ、それじゃしょうがねえ、それはしょうがないよな、うん、だからそれ言っちゃもう、それでいいよ、それでいいよ。いや、おじいさんダメだって、ここでね、あの、玄関に積もっちゃうから、あの、ちょっと広いところに置きますよ。あ、ちょっとまだ、あの、もう置き場所はねえからいいよ、いいんだ、とりあえずこれから